ああ、よかった。俺の携帯ここにあったんや、忘れ物センターに。携帯なくしたら不便やからな。見つかってよかったわ。せやけどみんなよう忘れてんな、携帯かわいそうにな。困ってるやろな。いろんな携帯あるな。あ、これ、デコレーション携帯。女の子やろな。かわいそうに困ってるやろな、この子も忘れた携帯を。かわいそうにな。あれ、あ、これあれや、楽々本っていうやつや。お年寄りの方が使ってるやつやな。困ってるやろな、おじいちゃんかおばあちゃんかわからんけど困ってるやろな、かわいそうにな。ここにあんのに気づいてへんやろな。うわ、こんなやつおんねん、ごっちゃごちゃつけて。絶対アホのおんねん、これ。喋りにくいやろ、こんなごちゃ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 。でもかわいそうやな、この子らね、携帯絶対必要やからな。すごいな、いろんなストラップが。なんじゃいこれ。なんじゃいこれ。よう忘れたな、こいつ。どこで忘れたんや、これ。こいつメインになっとるかな。邪魔。こいちゃん、なんで忘れたん。どんなストラップつけとんねん。気持ち悪い、こいつ。ま、あ、鳴ってる。出てええんかな。え、どうしよう。あ、切れた。あ、でもみんな困ってるから、もう自分の電話に電話して、どこにあるか確認しようと思ってるかもしれんからな。次電話鳴ったら出たろうかな。あ、あ、鳴ってる。どれ。あ、この。女の子やな、これ。出たろ。あ、もしもし。もしもし、エリリン？今日超美味しいケーキ屋さん見つけてよ。あ、すいません、あの、僕エリリンじゃないんですよ。嘘、エリリンの声じゃん。どんな声やねん。エリリンどんな声や、気持ち悪い。きっとこ絶対不細工や、エリリン。出んとこ、こいつ。あ、え、なってる。あ、こいつや。うわ、アホのおんねん。もしもし。あれ、どちら様でしょうか。あ、すいません、あの、僕携帯の持ち主じゃないんですよ。あ、部長じゃないんですか。部長の会。大丈夫か、この会社。どんな部長や、これ。出んとこ、この部長も。ごっちゃごちゃつけて。あれ、これまたアナログな音やな。あ、楽楽本のこのお年寄りの方や。困ってあるか、出たろ。おじいちゃんかな、おばあちゃんかな、出たろ。あ、俺、おじいちゃん、俺な、今度は事故ってもうてん。またお金振り込んでくれへんかな。待って、これ俺詐欺ちゃうんか。お年寄り狙ってる、こいつ最低やな。ちょっと文句言ったろ。おい、お前だ。うわ、かわいそうに。おじいちゃんや、これ。おじいちゃん何回もカモにやってんねや、俺詐欺の。かわいそうに。かわ、なんちゅうやつや。待てや、また俺詐欺ちゃうか。ガツンと言うたろ、これ。俺やんか。俺やんか。わ、外人が俺詐欺やってる。これ大丈夫なんか、ちょっと聞いといたろ。俺やんか。俺詐欺やんか。言うてもうたで、こいつ。こいつ俺詐欺言うてもうてんか。ちょっとおもろいから引っかかったろ。その声はケンタロウかい。いや、ケンタロウやんか。どうからどう聞いても K-E-N-T-A-R-O、 ケンタロウやんか。絶対ちゃうやん、ケンタロウと。ものすごい発音ええやん。アホやな、こいつ。事故を起こしましていまして。むちゃむちゃや、言うてること。2万ペソを振り込んでください。どうするつもりやねん。どうしたいねん、お前。2万ペソ言うてるやん。ほんで、よう日本人の息子になりきろうとしたな、こいつ。かわいそうに、おじいちゃんも引っかかってな。固定語は最近こんならしい。なんやこれ。何この着メロ、気持ち悪い。ご先祖様を大切にしてますか。今ならお仏壇が大変お安くなっております。うわ、仏壇の押し売りや、売ってほしい、これ。最高級のお仏壇が大変お安くなっておりまして、この機会にぜひともお求めになってみては。うわ、売ってほしいな、なんか。俺の話を聞け。うわ、渋い歌やな、これ。あ、こいつや。なあ、今どんなパンツ履いてんの。うわ、変態から電話かかってきた。何色のパンツ履いてんの。気持ち悪い。この機会にぜひお仏壇をお買い求めください。うわ、仏壇の押し売ると変態から電話かってきた。関係ないけど鬱陶しいな、こいつら。せや、こうしといたろ。なあ、何色な。はい、光沢のある黒でございます。いや、話噛み合ってたやん。話噛み合った。黒、え、黒な。え、どんな形してんの。形ですか。前は観音開きになっております。どんなパンツやん。観音開き。興奮してる、また変態。ねえ、うわ、受話器に近づけて音聞かしてよ。かしこまりました。どうすんねん。何しとんねん、お前ら。うまいこと話噛み合ってない、変態と仏壇の押し売りが。気持ち悪い、こいつら。これや。あー、この子や。あー、
この女の子困ってるから出たろ。あ、もしもし。もしもし、はい、これ私の携帯だよね。はい。あんた誰？あ、すいません、あの忘れ物にあったんでちょっと困ってると思って出たんですけど、すいません。マジ？あ、はい、ちょうどよかった、はい、今日さ彼氏とデートの約束してるんだけど、はい、もうすぐ彼氏から電話あると思うんだ、はい、そしたらお気にのワンピがないから今日は行かないって伝えといて、よろしくね。もしもし、もしも、なんやこいつ、何彼氏と約束やけどお気にのワンピがないから今日は行かないって伝えといて、めんどくさ、なんで伝言せなあかんねん、アホの女やな、なんでデート行けよお前。死ね、何やこれ何やねんこれ、もちろんこいつまた鳴った、はい、ハゲ、何だよこれ、何や、もう帰ろう、もう帰、地獄に落ちろ、どんだけ嫌われとんねん、めっちゃ嫌われてるやんこいつ、ハゲや死ねや地獄に落ちろ言われて、そ嫌われるわな、こんなストラップつけてるやつ、なんじゃ、また筋肉マンってどんなセンスしとんねんこいつ、帰ろうもう、あこいつや、伝言せなあかんねや、大きいのワンピがないから今日は行かないって、だる、お前は出たろ、あもしもし、もしもし、はい、もしもし、はい、誰だお前、あ違うんですよ、あのてめえみゆきのなんちゃんだよ、違うんですよ、伝言、本当は一緒にいるんだろ、いや違うんですよ、あのね、忘れ誰の女に手出してんの分かってんだろ、いやあの忘れ物センターでね、てめえ殺すぞ、いや違う、聞いてください聞いてください、お前落とし前つけてやるよ、いや違うんですよ、あの伝言のだから、あの聞いてくださいよ、あの違うんですよ、じゃなんで、じゃまあだから、俺のうまいことなったな、うまいことなったな、こいつ、うわ変態からやこれ、何揉めてんの、なんで人に、なんで人に切っとくこいつ、気持ち悪い、もう俺の話を聞けなとこの野郎、もう伝言だけ伝えてすぐ切ったろ、もうてめえ渋谷にいるから今すぐ出てこい、お気に入りのワンピがないから今日は行かない、なんか勘違いされたかな、なんか俺がお気に入りのワンピがないから今日は行かないみたいな、まあまあええわ、もうもう伝えたしええやろ、もう帰ろ、もうもうこのどれ、あ俺や、うわうわ兄貴や、兄貴なんや、はい、もう友のりか、おどうしてん、おかんいきなり倒れてな、病院に運ばれたんや、え、おかん倒れて病院に運ばれた、あ、わかった今すぐ行く、はい、え、おかん倒れた、どうしたいねん、どうしよう、じゃあとりあえず親父に連絡しよう、親父の携帯ピッと